これはボリビアに入った後ですね、以前、泊まったチチカカ湖のそばの、コパカバーナの街を見ながらラパスに向かいます。以前、渡してもらったあの簡易なフェリーですね、これにまた乗ってラパスに向かいます。さあやっとラパスに帰って、このレンタカー返すことができました。レンタカーでどんだけ走ったかというと 4600km 走っていましたね。青森の一番端から、鹿児島県の一番端まで往復したよりもちょっと長いぐらいです。このラパスというのは標高 3650m にあるというんですけれども、とても坂が多いんですね。もうこれは電車を通したりあるいは地下鉄も無理ですね。そして、何年か前には、このロープウェイができてこれで、移動するそういう手段もあるんです。それでこれは乗らない手はないと思って、上からこのラパスを見てみようと思って乗ってみました。空港のあるエルアルトというところです。でここの標高は 4150m ということで、すごい高いところにある町なんですね。